Hi guys! Today I'm going to make an interview with Miki. She's working as a graphic designer and both in Japan and Germany. And now she's based in Germany, but she was working in Japan before. I'd like to ask her how the work style it was in Japan and how she got the job and so on. Let us allow to speak in Japanese because she's not confident enough to speak in English, so yeah.But let's start. で、ちょっとあの経歴を自己紹介してください。はい、はじめまして、川村美希と申します。グラフィックデザインって言ってたんですけど、正確にはパッケージデザインっていうもうちょっとそのグラフィックの中でも特に商品のラベルとか箱とか箱のビジュアルとかに特化したデザインをしてます。私富山の大学で街づくりをやってたんですけれども、それきっかけでちょっとグラフィックデザインとかそのポスターとかっていうものに携わる機会があって、ソフトの扱い方を学んで、そしたらたまたまうちの大学がフィンランドの大学と提携してたんですよ。でそこがヨーロッパで唯一パッケージデザインっていうものを専門的に学べる学部があって、あ、それはとても興味深いと思ってそこに留学してパッケージデザインを専門的に学んで、そこからずっとパッケージデザインをやってます。なるほどね、はい、それでじゃあフィンランド留学も経て、で日本であの卒業して就職と。はい。でその時はあのやっぱりそのなんだろうな、デザイン業界で就職する人ってみんなそのデザイン学科とか芸術学科とかそういうところは卒業してる人が多い。みんなって言ってしまうとすごくあの難しいんですけれども、でもやっぱりもともと興味がある人は多分多いと思うんですよ、うん、そういう人たちはあらかじめその専門なり大学なりで何かしらこう触れてる機会があるので、そういう意味では確かにみんなかもしれないですね。ああなるほど、うん、なんか日本の会社だとこう就職するときに就職してからどこどこの部署に配属されますとかって決まったりする。なんかもちろ ん, なんか希望の例えば営業職がいいですとか言われても、なんかもしかしたら人事になる可能性があったりとか、すごい結構そこが怪しいんだけど、あの多分デザイン業界でデザイン学科と か, なんか芸術学科とか卒業してたら、そこはさすがにあれだよね、その要は実務がデザインを作ることになるんだよね多分。それもちょっと難しい話なんですけれども、なんか美大を出てる方ってその企業がデザイナーとして募集をしたいっていうのを大学にお話がもう言ってる状態らしいんですよ。なるほど、はい、でも私みたいなそのちょっと興味があるみたいな学校だとそういう話が来てないので、あの特に私の大学の同僚とか同級生とかはほぼその作る方には行かなくて、総合職で就職させていろんな部署に飛んでて、でもやっぱり作る方に行きたいからっていうので、あの学部試験、その新しい何て言うんですか、部署試験か、部署試験、はい、あの部署就職してからでもまたその部署を移動するために適性があるかどうかっていう試験があるみたいで。なるほど。その試験を受けてそのデザインの方に行ったりとかコピーライティングに行ったりとか、あれはもう全部やめてあのスタジオ入ったりとかっていう風にはしてますね。あ、なるほど、はい、学校を卒業してそのままデザイン業界に入りたいと思ったらもう有名どころの美大に入るっていうのは一番分かりやすいあのスタートラインだなって思ってます。なるほど、うん、え実際そのあれ、どこある富山、うん、そこは有名どころ。いやもう有名どころか先輩もいない状態なんで、なんか OB 訪問とかあるじゃないですか、うん、何にも OB もクソもっていういないしみたいなそうだよね、だって新しいもん、はい、そりゃそうだわ、はい、そっか。じゃあ結構就職活動が大変だった。私その就職するタイミングで留学したので、あのまともな就活をしてなくて、ははえどうやってそうなんだ。で、あの留学中にその見つけた日本の会社があって、それでそこに後々働くことになったんですけれども、その時は履歴書送った段階で私帰国日が面接に間に合わなくていて落ちてて、でもあの社長が有名な方だったので、あのいろんなコンペの主催とかされてたんですよ。で、あ、このコン
ペ多分入賞したら私社長に直談判できるなって思うコンペが一つあったので、はい、それにこうアプライして、で無事を通って社長にあの入りたかったんですよっていうお話をしたら、後日連絡をいただいて、そのままその会社に就職したっていうスタイルなので、ちょっとそのセオリーではないですね。確かにそうだね、うん、力強いね。じゃああんまりこう履歴書バンバンバンって出しまくってっていう、いわゆるこう典型的な就職活動。あ、それもあの保険でやりました。やったんだよ、はい、でもその時はあのもう募集を締め切ってた状態だったので、うん、あの自分の教えてくれたゼミの先生にあの本を借りて、そのパッケージデザイン業界の本なんですけど、そこで企業の一覧がわーって最後の方に載ってるので、それ見てあのホームページ見て、あ、楽しそうだなって思ってる会社にこう履歴書送ってっていう風にしてました ね。そっか、まあそこはやっぱりやってて、うん、まあ、本命のところをこうやって自分の力でちょっとこじ開けていくみたいな、ね、うん、いやすごいねそれ。そっか、え、実際にこう面接とかはじゃあそれでも一応あったの？一応あったたんですけど、もう直接社長と話して、うん、いやあの時はああいう感じだったよねみたいな、あ、ちょっと正直柏島さんの作ったデザインちょっとよく分かんなかったんだけどみたいなことを言われながらも、あの、いつ働けるのって言われて、4月からは卒業する予定なんでって言うので、はい、そっかそっか、じゃあ結構ザックバランに、そこはなんか典型的な面接って感じではない、ね、ではなかったですね。で後日その同僚にどういうスタイル の、うん、あの試験内容だったのっていう話を聞いたら、まず履歴書を送る、うん、と履歴書のと同時にポートフォリオを送ってて、そしたらその一次試験をパスした子たちが次課題をもらうんですよ、うん、なるほど、はい、あのラーメンのパッケージをしてくださいとか、あのお茶のパッケージをしてくださいとか、うん、それに合わせてその自由にデザインをしたものを提出して、その提出結果で、あ、この人たち楽しそうだなって思う子たちが次ディレクター面接っていうのがあるんですけど、はいはい、その4対1の段階でこう面接して、でいいなって思った子が社長面接をして内定っていう感じ。その時その5人の、まあ、他にも面接で、うん、面接会場で多分会った人はいると思うけど、結構外国人とかもいたの？はそうですね、私の代で初めてその正式に外国で勉強してきた子を採用するっていうスタイルを取って、ちょっと私より遅れて入った中国人の子が、外国で勉強してきた人を採用する、はい、要は外国人じゃなくて、外国人っていうことで、外国人です、すみません、あの、私のそのイメージでは外国人も結構採用はしてたんですけど、みんな大体その日本の美大を卒業されてる方とか、なるほどね、うん、陰性の方が多い感じですね、あ、そうなんだ、はい、そこまでやっぱり行く、行きますね、そうですね、行くべきというよりも多分4年勉強して、あ、もっと作りたいなって思う人結構多いんですよ、それでそのちょっと海外行ってみようかなっていう選択肢の中に日本があって、で日本に来てみたらそのまま就職したくてっていう子が面接受けに来るみたいな。シンプルになんかコツみたいなのあります？コツはもうそういう選択をして、あの会社に入ろうとしてる人たちってベースのデザイン力ってすごくあるんですよ。ああ、なるほど、実力がある。もうあのその日本人、4年勉強した日本人の学生さんが戦えるようなレベルじゃないぐらいレベル高いんですよ。あ、もう もう学院まで卒業して、はい、ああ、そうか、はい、でポテンシャルもすごい高いから普通にしてるだけで受かっちゃう。ああ、もう実力あったらそれは取りたい、ね、もうそれは取りたいんですよ、うん、でそれプラス日本語が喋れるともう超最強ですね。なるほどね、うん、いやなんかこうさ、例えばその前働いた会社だと外国人も取り始めたっていう話だったけど、うん、会社からしたら外国人を取りたい理由って何なんだろう？企業、クライアントに外国のクライアントがあるからですね。そうか、うん、じゃあ中国のクライアントが多ければやっぱ中国人いた方がコミュニケーションもスムーズだし、相手の気持ちも分かるし、はい、っていうことか、はい、そうですか。まあ結構あれかな、うん、クライアントもどんどんインターナショナルになってきてるのかな。今は日本だとやっぱり韓国、中国、タイは強いですね。ワンのクライアントは欲しいですね。なるほど、アジアは結構クライアントとして多い、うん、
ヨーロッパとか欧米はちょっと遠すぎるんで、文化も違いすぎるんで、パッケージデザインすごく文化と密接 になってくるので、そうだ ね、あとは今でもちょっとブーム的にアルファベットブームというか、まあ、ずっとそうなんですけどとか、あと、まあ、単純にその日本も外に出ようとしていってるんで、英語喋れる人欲しいとかっていうのは、うん、もうどこの業界でもそうなので、プラスデザイナーってやっぱりもちろんしっかり喋れるんですよ、多言語は。でもそれを武器に仕事をしている人たちと比べると、その多少やっぱりパーフェクトじゃないので、中でパーフェクトに喋れますっていう人がいるとも重宝されますね。なるほどね、はい、だから語学力は大事だし、まあ、ベースとしてやっぱりデザイン力、うん、その実力があって、うん、で特にこのアジア系の人は、まあ、クライアントが多いから、うん、その分重宝されるってことだよね、うん、なんか俺デザイン会社の代理店っていうのはよくイメージついてなくて、要は元のデザイン会社があって、うん、例えばクライアントからじゃあこういうデザインお願いしますって言われて請け負う会社で、さらにその下に代理店があるってこと？代理店が先に来るかな。でもそれももう元なんだろう、会社によって全然違う。私の会社はもう社長が有名な人だったから社長に直接仕事が来るっていうスタイル。なるほど。営業部隊もいなくて、そっか、じゃあ代理店が営業みたいなもんか。そう、代理店は営業しながら自分たちでも作れるし、自分たちでプロモーションもできるし、何でもできますっていう会社なんです。ああ、なるほどね、うん、だったら多分おいしいプロジェクトは自分たちのところでやって、そうみたいな、そうそうっていうのもいっぱいある。だからそのいわゆる名前が上がってる大手の後ろになんかこう文字がついてる、なんとかなんとかプロダクションとか、なんとかなんとかデザイン事務所とかついてるところはかなりやばいと思う。あ、そうなんだ。下のところで手を動かす舞台みたいになってるから、うん、そうか、そこで一生懸命頑張っても絶対上がれないから、何々デザイン事務所、何々プロダクション、うんうん、これはそれデザイン事務所プロダクションの前に大手の広告代理店の名前がついてる場合。あ、そういうことね、うん、そういうことね。あ、そっか、うん、はいはいはい、末端だもんね、うん、はもうかなり大変だと思う。これは大事だね、自分で就活する時のポイントだね、うんうん、なんか大手の名前があるからって、うん、そこに入っちゃうと、そのでも本当はそのクライアントとやり取りしたいのに、ただその有名なクリエイティブディレクターのお抱えの手を動かす舞台みたいになっちゃってるみたいな場合が多いから、本当に気をつけて、気をつけましょう本当に気をつけてちなみにさ、ちょっと話するんだけど、その外国人がじゃ自分で就活するときに、うん、要は企業名とか企業リストってない場合あるじゃん。ない場合というのは、海外から例えばアジアにタイに住んでますから、でも日本でちょっとグラフィックデザイン会社に就職したい、うん、どうやって探したらいい？土地場所をまず決めるかな。東京とか大阪とか、そしたら Google マップでなんとかなパッケージデザインとかグラフィックデザインとか、あとまあ、代理店入りたいんだったら代理店名とかって入れると、マップ上にこうピンが上がって、だいたいホームページがあるんで、ホームページクリックして、なるほどね、はい、このデザイン事務所私と合ってるなみたいになったら問い合わせで履歴書送っちゃう。なるほどね、まあ、だからまず Google マップで見ましょうとで名前を検索して、うん、でウェブサイトに飛んで、うん、でちょっと自分で審査必要だね。そこでちょっとうん、有名なところのプロダクション内にみたいなところはちょっと要注意。ちょっと要注意。むしろ名前でやってるところの方がいいものを作ってたりする。なるほどね。ただその時に重要なのは、その給料交渉とか休暇交渉とか、うん、そこがなんかはっきりしてないとなんか食われちゃうから。うん、そこは確認、どんなにいい会社でもそこは絶対確認した方がいいということで、今日は本当にいろいろありがとう。ありがとうございました。なかなかこんな深い話は聞けないのであ、これ深かったかな大丈夫かな。素人からしたら深いですね。あ、よかった。もしかしたらその業界にどっぷり使ってる人からしたら深くはないかもしれないけど、間違えてないかちょっと心配いや、でもなんかこれからそこに入っていきたいという人にとってはいろんな面白いガイドラインというか、うん、よかった、アドバイスポイントがあったと思うので本当にありがとう、はい、ありがとうございました。ということで、また会いましょう。